で、97年になりますと、第9弾、アクト、エルビス・プレスリー。大胆でしょ？すごい僕、本当に大胆だと思うんですよ。もう、ゆうやさんに叱られると思ったんですよ。でも、高田ジョージさんにも叱られると思ったんですよ。でも、やっぱりね、僕らは世代として、プレスリーの世代じゃないんですよ。でも、僕が始めたキャリアの中では、プレスリーは確かにあったんだけど、もう、僕の、僕がローディーやってたところのバンマスで歌う歌いの人は、全部プレスリーの歌は自分が歌うわけで、僕に歌わせてもらえなかった。いや、まあ、しょっちゅう聞いてたんですけど、で、やっぱりその、バンドリーダーが歌わない歌を歌うってなると、僕らはビートルズを歌ってたわけなんですけど、ビートルズ持っていくと、ね、こんなんお前音楽ちゃうで、やっぱりプレスリーやでって言われたことがあったりなんかするんですけど、かといって、じゃあ僕らが、例えば、アクト・ジョン・レノンっていうのも上がったんですよ。でも僕はジョン・レノンとかね、そういう人のことはできない。僕がもうすごくやっぱり素敵だと思う僕たちの世代の人のことを僕が演じるっていうのはダメだと思う。それはもちろん誰かからなんかジョン・レノン物語やりますって言ってね、まあもっと若い頃にですよって言われたりなんかして、それがすごい面白いプロジェクトで、それは呼んでもらったんだとか、僕ですかって言いながら、やっぱりそれは行くだろうと思うけど、自分たちで発信するものに関してはそれはできないっていう僕なりのルールがあるわけですよ。だから申し訳ないんだけど、一世代上のプレスリー大好きという人には本当に申し訳なかったと、まあ反省をしておりますがね。プレスリーは僕できたんですよ、プレスリーおじさんは。そんな気分で、その当時はやってたんですけど、ゆうやさんはやっぱり見に来てくださいませんでしたね。で、高田ジョージさんは見に来てくださいましたけど、まあ、プレスリーじゃなくて、やっぱり、沢田デスリーだよ、みたいなことをおっしゃっておりました。で、それでは、そのアクト・エルビス・プレスリーの中からは、心からロマンス、I need your love tonight。ここに来ておくれ、そこにとどまらず僕は抱きしめて I need your love tonight。 いつ捨て地まで孤独振り落とせ過去振り払い I need your love tonight。 君の目に映る見たことない世界、笑顔で恋さ先行け、耳澄まし続き結びなく I need your love tonight。 I need your love tonight。エルビス・プレスリーから
ね、聞いていただきました。で、これは10年経ってしまうんですね。最終回っていう、10年やったからもう10年で、次からまた違う展開に入っていこうという作戦であったんでございますが。俺は何もねえ了見あんたのもんてめえ勝手な了見持っちゃいねえ上上目遣いであんたが差しに生まれてる俺の生まれはローテス自慢じゃねえあんた当然ハイクラスなりきんじゃねえ Where